はい、皆さんこんにちは、こんばんは。私コンコンと申します。今回はね、越境戦の方やっていきたいと思います。で、今回の対戦相手なんですけども、193サバさんということで、かなりサーバー番号の近い相手となっております。しかも結構なんか事前情報によると、なんか3英雄とかも結構いるらしくて、かなり強いらしいんですよね。なんで今回はまあ苦しい戦いになるんじゃないかなというところを見込んでる状況ですね。まあでも頑張っていこうと思っております。で、今の状況なんですけども、まあ、こっちはね、弱化施設とかを立てつつ守っている状況なんですけども、相手の方もね、前線前にかなり集結していて、かつ弱化施設がもう恐ろしいほど立っているという状況でして、まあ、お互いにね、防衛の姿勢を基本としているような状況になっています。なんでね、まあ、しばらく睨み合いの状況は続くんじゃないかなと、まあ、見込まれている状況ですね。なんでまあちょっと動きがあってからね、再開していこうかなと思っております。はい、じゃあ少し動きがあったんで、ここからちょっと再開していきたいと思います。で、まあ、どんな動きかと言いますと、まあね、お互いにらめっこで非常につまらんので、こっちから仕掛けてやろうということで、今、サーバー内でね、談合したところであります。で、まあ、48分ぐらいに相手の弱化施設が壊れるらしいんで、まあ、そのタイミングに合わせて全員で向こうに突っ込んで、そして前線を取ってやろうという作戦を今立てております。ですのでね、今が45分30秒ぐらいなんですけど、まあ、あと1分ちょいぐらいしたら向こうに飛んで、まあ、突っ込む準備をねしていきたいと思っております。はい、ということでね、そろそろ準備を進めていきましょう。で、まだではないよね、やっぱもう壊れてはないし、あ、結構もう突っ込んでる人いるね。ちょっと続きますか。まあね、今回ちょっとね、わりかし責任重大な役目を任されていて、ファーストで突っ込んで、相手をね、前線を焼いていくという。ちょっと遠いなぁ。これだるいっすね。とりあえずシールド貼りましょうか。8時間しか持ってないんで、これを使って、よし。で、続々と味方がね、来てますね。で、これ弱化が壊れたのを確認したら、即突っ込んでいきましょう。いや、なんかここにちょっと緊張しちゃうよね。オッケー、行きましょう。メールが届いたみたい。加速して。セバスチャン。もう大体追い出したんじゃない。あ、これもうあれですね。すでに一マス防衛で負けてる感じですね。私についてください。当然の勝利ね。よし、こうやって隣接をぶち殺して、でね、橋さんが結構強いらしいんですよね。なんであんまりあの人にはとつりたくない。よし、この人突っ込みますか。私についてきなさい。どうかな。当然の勝利ね。まあ、勝てましたね。よかったよかった。まあ3英雄がなければね、大体勝てると思いますね。結構ね、81ドクロついちゃったんで痛いところですけど、まあ相手のね、戦力を大きくそげたのは大きいと思います。何よ、敵の攻撃？
何よ、敵の攻撃？と戻して当然の勝利ね。どうなった？一回殴られてそこそこ傷ついたが兵を戻して何よ、敵の攻撃？あれしたと。シールド張りましょう。シールド当然の勝利ね。ちょっと落ち着かないですね。まあまあ勝てるんですけども、ちょっと世話しないな。とりあえず81を全部直して、でなんだ、ドクロがそこそこついてると思うので、そいつを修理して、どこですね、ここは結構79になっちゃったのに、こいつを合成しつつ、ちょっと今のうちに フロストシティを使って兵をね増援していきましょう。今回結構ね使いそうな気がする。今回ちょっと白スキンをね今持ってないので81がもう作れないんですよ。それが結構しんどいですね。で今はどんな感じなんですかね、ニキアポイントは。それによって結構有利不利が変わってくるが、一応こっちは有利なのかな。1位がね結構稼いどるので、すごい微妙っすね。わかんないなこれ。一旦戻って、これをちょっとこっからどうするか悩むところではある。これは結構陸をね入れてきてるから、これを突破するのはちょっと私には厳しいですね。でこっからどうしますかね。最近その英雄がわりかし前線防衛で忙しそうなんで、あえてここは基地焼かれを狙っていくってのもありっちゃありっすけどね。入ってんね。お、取ったので、この間にちょっとなんか倒せる人を倒していきましょうか。あっ、すぐシールドあったな。結構早く取り返されるね。そう、焼けないからね、めちゃくちゃ強い三英雄さんの基地って。だから結構ねそいつをなんとかするっていうのはなかなか厳しいところはありますね。なんとか激アポイントで有利を取っていきたいんですけども、ちょっと辛いですね。やっぱね三英雄が相手の二英雄をね焼いていくのが一番稼げる感じですけど。私に届いてください。シールドね。怖いから早めに戻しとこう。メイン部隊が戻ってればね、キチヤキに狙われてもこんなに痛くはないんで。許されるのが一番辛いですからね。動きはあったものの、やっぱいろいろと辛いところはありますね。なかなかね維持はできないというところ。よし、
の落ちた隙を狙って香川とかにぶち込みたい気もするけどね。そうすると基地焼かれてね、飛ばされて戻される可能性もあるからちょっと怖いけどね。やっぱすぐね復活してくるから。おあれが入ってるんで行きましょう。海が入ってるんで。海相手はね、まあ有利は取れるのでそんなに痛いことにはならないはず。先に陸が来てるけどそれもぶち抜いてめちゃくちゃ倒してるんで、これはいいですね。普通に美味しい感じのところです。で忘れずにね、何よ敵の攻撃。修理さえしてれば来るがいい。当然の勝利ね。まあ負けることはないでしょう。8台修理するだけですね。おいしいおいしい。むしろこれを誘い込んでポイントを稼ぎたいまであるよね。サイババアさん弱が当たったのか。当然の勝利ね。ちょっとこの基地焼かれがある程度落ち着いたら弱が行きますか。これはもうただの陽動ですね。当然の勝利ね。これはどうだ、陽動かガチなのか。あ、ガチで来てますね。弱艦に嫁ぎたいけどちょっと基地焼きが多いので留守にできないという、まあ、そういう効果あるよね相手からすると。結構稼がれてるな。これはポイントフリーですね今。困ったもんだ。はーい、23時ね。当然の勝利ね。おっと、この人確か三英雄やろ。ああ痛いなー。シールド貼ろう。陸の三英雄に嫁がれるのは痛いっすね。さすがに。修理して。結構ね、もう飛行機なくなってきたんじゃないかな。自動合成。自動合成。さっきのやつは、まあ、飛行機の範囲内で一応撃退はできてるのね。あら、まあそんなにマイナスやねえな。意外と。まあ頑張った頑張った。で、どうしようかな。これ飛行機作った方がいいかな。今のうちに。結構もうね、戦力半減ぐらいしてるんですよね。そうなってくるとなかなか辛い。220ぐらいなんで。まあ一部隊は出せるけどねっていう。ちょっと金買っていくか。いざという時にね、兵力ないじゃ笑えないんで。ということでね、ちょっと加速をいっぱい切りましょう。51個使って、それから5分加速。よし。それでまあ、ちょっと回復したよね。270ぐらいあるんで、つか気がついたら11時超えてる。すいません。弱施設の攻撃はね、確か全ドクロなんですよね。ちょっと80だけでいっちゃいますか。私が届いてみなさい。
わからん、勝ったのかどうか。何も出ないから。何よ、敵の攻撃？当然の勝利ね。これは一応戻れたのね。何よ、敵の攻撃？これがさ、誰から来てんのか気になる。上からだったら三英雄さんではないはず。なんで、まあ、受けていきますか。ペンペンさんなら勝てるはず。当然の勝利ね。当然の勝利、当然の勝利ね。ね、どんぐらい食らったかわからんから怖いな。行く。ちょっと修理ついたから。ちょっと待って、一回シールド貼ろう。落ち着こう。で、ああ、まあまあ勝率でね。で、ドクロまでは行ってないよね、多分。うん、この下の陸でちょっと削られるが、問題なく船を返り討ちにし、陸でちょっと減っちゃったね、20代。まあまあ、しゃあないかな。うん。でも、ポイント的にはちょっとね、美味しい思いをするという感じで。いやー、でも、激アポイント、結構負けてるから、辛いね。これはちょっと、厳しいっすね。どうしようかな。もっと、引き分けを誘うべきか。うん。あえて、なんかこう、弱い舞台を出して、キチヤキを誘うみたいな、まるで留守ですよみたいな顔をしてキチヤキさせて、で本部隊で帰るうちにするみたいな、まあ、そういう方法もあるんですけどね。結構相手の陸の三英雄の人とかが虎視眈々と狙ってる可能性も否定できないんで、ちょっとリスクはねあるかなっていう。すごいな、ここメカシャークみたいなのがいっぱいいる。ここはでもいないか。さっきの三英雄の人どっから来たんだろうね。その場所が分かれば、大体ラインの向きからね、誰が来てんのかっていうのが想像できるんですけど。お、いいっすね。この隙に、なんかしたいなと思ったけど、早いな。しかも結構陸多いね、相手。とね、空メインの私には辛いところですけども、結構すぐ取り返されるからなかなか辛いな。もう一回誘うか。中高生をシールド解除で、でね、もうカスみたいな英雄なしとかでいいんちゃう。英雄なしでこのね、アリアタン。メールが届いたみたい。アリアタンを送り込んで、で、シールド解除されるんで、これでちょっと誘いましょう、相手を。何よ、敵の攻撃？これ勝てると思うんで。当然の勝利ね。普通に罠ですからね。引っかかってくれましたね。いくで、まあ、5台ぐらい。当然の勝利ね。ちょっと橋休みさんは嫌だな。この人が来るのはちょっと予想外です。当然の勝利ね。結構今減ったからね。橋休みさんが来るとさすがにしんどいな。よく返り討ちできたな。はい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 。まあ、海のところでなんとかね、追い返すと。そういう感じですね。さすがにちょっとね、陸の三英雄相手はしんどいな。ちょっとあの人が突ってくるのは若干意外やったね。この人は前線をね、すぐよく見張ってるもんかと思った。まあね、結局そういうことやな。まあお空がね、結構死んじゃったけど、まあまあしゃあないっすね。でここは、一応船だけでも、さすが三英雄といったところか。
まあ、船の81は別にキープする気もないので、これはまあ生贄ということでいいでしょう。はい、ただいま終了3分前でございます。結局ね、攻めたものの、まあ、頓着して、まあ、敵の電線もね、なかなか保持できずにかなり硬直状態が続いております。で、結構ね、こっちがシールドを剥ぐと向こうはかなり積極的に焼きに来るので、まあ、それを返り討ちにして、まあ、ポイントを稼ぐみたいな、まあ、そんな戦略でちょっとずつね、ポイントを稼いできた感じでございます。でね、一時結構やばかったんですけど、今こっちのトップが 5.4EE ぐらい、向こうが 4EE ぐらいとね、結構いい感じに、まあこっちがちょっと勝ってるんじゃないかなってぐらいまで来てます。やっぱりね、向こうどうも結構統率が取れてないみたいで、こっちの 3AU の基地にね、相手の 2AU の人がめちゃくちゃ突ってきたりとか、まあ、そんなこんなで結構ね、ポイントを稼がせてもらってるような感じになっております。でもうね、あの3分切っちゃってるので、もう堅調で取って勝利は絶対に不可能なので、僕はもうね、ポイントだけで勝負牌がつきそうです。で、結局ちょっとね、まあ、上の方しかちょっと見えてないんで、結局合計どのぐらい、まあ、差があるのかってわからないんですけど、まあ実際終わってみて、まあ、勝ったか負けたかドキドキルーレットという感じの状況ですね。はい、ということで、あと1分ぐらいなんで、もうね、特にすることなく終わっちゃいますね。まあ結局やっぱね、弱体化施設ができてからというものを、もう前線をね、弱体化施設で守りまくって、それで何とかするという戦略が、まあ、メインになってきてしまっているので、なんで結構やっぱこういう風にね、攻めたとしても、まあ、頓着状態になりがちというところはやっぱありますね。はい。で、最後の最後でちょっとね、まあ、光線があったりしてますけど、まあ、終了しましたね。勝ったらしいです。なんか全然実感がないですけどね。しかも今回なんか明確になんか勝った負けたじゃなくて、なんかね、なんとなく勝ったような負けたようなって感じだったんで、あーやっぱめちゃくちゃ僅差ですね。こっちが 16.9EE に対して相手が 16.2EE っていうことで、もうほとんど誤差みたいな。何か間違ったらまあ負けてたろうだろうみたいな感じの差で勝利しましたね。まあ、あんまり気持ちよくはないですね。この勝ち方は。まあでもね、勝利は勝利なんで、まあこれは素直に喜んでおきたいと思います。そしてね、私は空軍をすべて使い果たして、もうね、土地がまっさらでございます。結構ね、今回行きましたね。で、僕も途中ね、あのシールド履いて、他の人に焼いてもらってポイント稼いだりみたいな、してたんですけど、たまにね、あの 3AU の陸軍の人とか突ってきて、まあ、その時はね、まあ、勝てはするんですけど、かなり空軍は焼かれてしまうので、それで結構、まあ、負担が大きかったですね。で、もう作った空軍はほぼ全て焼かれ、でね、あの持っていた81の空軍もほとんど溶けてしまう、みたいな形でした。まあでもね、結果、まあ、その頑張りも報われて勝利できたんでよかったんではないでしょうか。はい、ということで今回越境戦、まあ強力な相手でしたけど、なんとかね、撃破ポイント少しの差ですけど、まあ、勝てたのでよかったかなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。